しくじり先生俺みたいになるな。さあ生徒さん紹介します岡本夏美さんです。よろしくお願いします。岡本さんはなんか最近しくじったことありますか？最近、はい、あの大阪に観光で旅行行ったんですよ、はい、ですごい久々だったんで、はい、なんかあのすごい味のある商店街のところとか行って、なんか射的があったりとか、昔ながらのこうゲームが置いてあるゲームセンターがあったりとか、すごいこう雰囲気のいいところ でなんか大阪ってすごいおじちゃんとかが気さくに話しかけてくれるじゃないですか、はいはいはい、でなんかこのわたあめすごいやろうとか言ってすごい話しかけてきてくれたのがすごい嬉しくて、はい、私もなんか誰かこうコミュニケーション取りたいなと思って、はい、串カツ屋さんすごい並んでたんで、ここあの地元でも人気なんですかってその男性に聞いたら、ああ私何もわからないネパール人だからって言われて、あら大阪の方だと思って勇気振り絞って話しかけたんですけど、ネパールの方で、あ、ごめんなさいみたいな。見た目でわかんなかったの？わかんなかったんですよ。なんか結構マイルドな感じの方で、テンション上がっちゃったりし、テンション上がっちゃってるし、なんか恥ずかしい思いをしたっていう。見た、マスクとかしてるからね、今ね、わかんないかもしれないですね。皆さんも気をつけてください、ネパール人にね。ないですか？そんなにお会いしたことないですけど。あんまないですよ、それ。さあ、そしてアルコ&ピースです。よろしくお願いします。お願いします。アルピーは最近しくじったりしたことあります？僕この間知り合いに地元密着型のスナックに連れて行かれて、おう、常連の方いっぱいいて、はい、したらね、平子さんだってすんごい喜んでくれて、お話ししたり、歌ってくださいとかやいのやいのやってたんですよ。そしたら子さんのお父さんがマイクで、 お前の時間もういいかって厳しいな。怖い、めちゃくちゃ厳しい。ずっとそういう風に思ってたのかな怖いね。普通だったのかな。いや、だからやっぱ怖いね、地元のスナックが。皆さんも気をつけてください。気をつけようがない。あんまりないんですけどね。そのパンイチを開催。ナイスプレー。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。